プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。こんばんは。こんばんは、うん、シーバスルアラバのプチカフェのお時間です。今週も、はい、みんな待ってたと思う、はいはい、僕らも早く出したかったこの動画、はいはい、今週もやっていきます。やっていきましょう。ショータイム、ショータイム、はい、スキタイム、じゃあスキルは、はい、スキルはこちら、ビャーン、はい、ハニートラップですね。もう昔からほとんどお世話になった。もう20年ぐらい経つんじゃない、これって。もしかしてとにかくすごい息の長いルアーだと思う。今でも第一線やろ、こんな普通に使える、うん、マジで良い、あの良いんよ、マジで良い、ね、でこの若干対抗があることによって、うん、水の流れに対するレスポンス、うん、横からの ね, そうだね、によってドリフトとかすごい綺麗に決まるし、ね、うん、飛ぶしね、飛ぶし、うん、でなんといってもちょっとこのキューティクルな顔とか、キューティクル見た目、うん、キューティクルじゃない、キューティクルって髪の毛の話じゃない、はい、キューティクルよ、キューティクルよね、そう、顔も可愛いしさ、うん、目パッチリして、あ、なんか本当にアイドルって感じ、ね、アイドルって感じがする。もう本当にハニーなトラップよ、そうよ、こんなん、こんなんに、あの、楽しいことしないとか言われたら俺多分ついてくよで、週刊誌に撮られて、うん、ルアラボそう、で、脅されて、うん、もうハニートラップですよ。ちょっとやめてください、それは、はい、いや、助かった、マジこいつがルアーで助かったな、うん、こいつフォールもいいよね。あ、フォールもいいね。ヒラ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 しながら、うん、とにかくね、これはね、現代のシーバスルアー界で、うん、新作っつってバーンって出ても、うん、多分ヒットするレベルじゃないかなって。確かに ね,、うん、そうね、今改めて、まあ、初めて出ましたってなっても多分売れるよね、これ。そう、よくこれをね、よくぞ20年ぐらい前に、うん、よくぞ出てたなって思う。確かに、これ開発してきた人、ちょっと連絡ください。会話させてください、握手したい、握手したい。で、そう、アクションは、うん、なんかね、スイングっていうか、ちょっと S 字のスラロームを描く感じで、そうだね、うん、なんかそういう点でも、うん、普通のハニー、あの、シンキングペンシルとはちょっと違うのかなって思うけど、ただ、シリ振るだけのとはちょっと違うね、うん、でも、それもまたいい、いいね、うん、うん、だけどアクションの違いで言うと、うん、アピアさんのパンチラインと、うん、アイマさんのこのハニートラップ、うん、ここを押さえといたら、確かに新編は多分ほぼもう OK かなって思うぐらい、まあ、両方飛ぶけんな。そう、いいんですよ、これかなり大場所でも小場所でも、うん、ただね、ちょっと重量あるけんさ、うん、シャローで使いたいよっていう人はもう一個軽いカルトラっていう方を使った方がいいかなと。サイズ一緒でもうちょい重い、ウェイトが軽く、もうちょい軽い、そうカルトラね、そういうちょっとかゆいところに手が届くみたいなラインナップもちゃんともう押さえとるし、うん、それはね、歴史が長いんやけどさ、いろんな顧客からのニーズっていうのはもう全部こいつが受け止めてるはずで、カルトラっていう、そう、妹をまた出してきたと。そう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 、カルトラの方がまあ使いやすいかなっていう気はするな。ほんと、うん、俺こっちが好き。だって軽いやん、まあね、これ結構重いけんさ、まあね、本当に結構重いけん、結構本当に重い、うん、ずっしりくるけんさ、うん、カルトラばっかり使えた俺は最初、はい、まあそんなとこで、はい、はい、なんで今週はハニートラップさんを紹介しました。うん、もうみんな持ってない人、知らない人いないと思いますよ、はい、すぐ買ってください、絶対買った方がいいですこれは、はい、あの、もうめでるだけでいい、撮っときましょう、はい、はい、じゃあ今週はここまで、さよなら、ありがとうございました。